はい、私どもで行っております役員報酬最適化を活用した、シニアの役員様向けの、年金復活プランですね。支給停止になっている老齢厚生年金、報酬が高いため支給停止になっている老齢厚生年金を受け取っていただけると。こういう情報なんですけれども、これはこれからね、70歳以上になられる方、もちろん対象になりますのでね、70歳以上であっても、常勤でね、報酬を得ておられるということになったら、社会保険料はもうかからないわけですけども、報酬と年金との調整の仕組みは適用されてしまいますもので、70歳以降の方もですね、この新役員報酬最適化という情報をお伝えをすると、大変喜んでいただいております。昭和12年ね、4月2日以降生まれの役員さんの場合のことなんですけれども、70歳以上も在職老齢年金という仕組みが適用されますもので、役員報酬最適化を活用して、年金が支給停止にならないようにできる方法がありますよという情報は活用いただくことができます。